皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もアサシンクリードオデッセイ遊んでいきましょう。さあ前回ですね、17年ぶりにようやくお母さんとの再会を果たした主人公で、今日ですねメインクエスト行く前にあのおばちゃんクリシス、この人ね、この人をぜひぶっ殺しに行こう。今のところトップクラスに憎たらしい人物、主人公の妹カサンドラ、彼女が死んだっていう風にお母さんに告げた人物でですね、今ここにいますアルモリス、ずっとこうトラベルしてやってきたの、こっちからで、ここに来てここらしい、このクエスト、死は誰にでも訪れる、ここに行ってみよう。アルゴスの戦場ね。さあ出発、 400m そっち。あのおばちゃんね、彼女を上回る憎たらしいキャラ今んとこいないもんな、このゲームで。あとね、本作、これ時系列的に言うと、朝栗オリジンズ、さらに前になるんですね。紀元前430年なんで。なので、アサシン教団か。あれも多分出てこないよね。オリジンズで結成されたもんね。なんでまあ本当にスパルタのお兄さんのお話という感じ。おい、ライオンいるぞ、野生の。大丈夫か、これ。よし。でこの人か、これ何やってんの、日光浴、どうした、待ってね、なんか戦闘扱いになってるっぽい。大丈夫、よし、お願い助けて。落ち着け、何があった。森に侵入者が、夫が奴らを追い払おうとしたの。森に侵入者、盗賊、どこにいる。森と言ったか、アルゴスの森は安全だと思ったが、奴らは食料と馬を盗んで私をさらおうとしたの。私に聞こえたのは恐ろしい笑い声だけ、あの嫌な声。笑い声、集団が一頭の馬のためにあんたを襲ったのか。そうよ。嫌な声、あのおばさんか。旦那が一人で盗賊に立ち向かったなら長くは持たないだろうな。お願い、子供がいるの、私たちを助けて。行こうか、懲らしめてやろう。旦那と盗賊を見つけよう。さてで、どこにいる。追跡して、そっち、そこらしい。いるのかクリシス。これ待ってね、一応鷹呼んで、あと動物がいる、オオカミ、他敵なし、行ってみよう。オオカミな、なるべくスルーしていきたい。あ、これ旦那さんか。やはりな、子を救った後では正しき行いをせずにはいられない、そうだろ。クリシス、罠を仕掛けるためだけに彼を殺したのか。ヘラの最も偉大な女神官に命を捧げることは名誉だ。彼は喜んで死んだ。これで私の家族に一つ空きができた。クオ歩きならまだ間に合うぞ。すげえ煽り方、どうかしてる。でこれトラップか、主人公を誘うための。どうかしてるぞクリシス、まともじゃない。お前のような人殺しが英雄視される世界がまともだとでも。これはあんたが作り出した世界だ。この俺が破壊してやる。いいだろう、混沌の仲介者となることを望むなら、殺人を望むなら殺せ、幼子よ。さあ戦闘か、またそのなんで岩のとこからさスッと出てくるの。狼を利用しよう、こちら。私のために死ね。待って、クリシス、これ素手で普通にぶん殴ってくんですけど、狼、そう、狼、こっちへ来い。よし、そっちいた。オッケー、バカめ、貴様は死ぬ。やるよ、怠慢。さあ最後はこれだよ、みじん切り。はい、さあ死にました。で残りこいつらか、探る、この2匹、こいつをやる。先こっちかな、盾を持ってない。あとは勝て、モンとモンちゃんいって、回避、毒、そっち。いや、まずいっす、まずいっす、大丈夫。さあ連撃これ当てて、強えな。しかしやっぱりでラッシュ追いかける。はい、さあ1匹死んだ。遺品回収して、これ遺品回収ね、ロック外さないとできません。ちょっと待って、今のね、なんか操作がね、化けた。移動の。これどうしようかな。武器変えて、はい。電撃。で、追い打ち、槍。いた。オッケー。さあ、全滅。ボケども。で、キルコンファーム。離す。これ生きてんの？この汚らわしい蛇め！何がおかしい？家族を見つける。壊滅させてやる。こっちかな？俺はあんたの子なんかじゃない。必ず母さんを見つけ、また一緒に暮らす。本来あるべき姿に戻ってみせる。これは俺の母さんとあんたが壊した全ての家族の分だ。よし、さあこれでミッションクリア。モントを倒した。このおばちゃんね、なんかね、目がすごい綺麗なんだよね。それが余計に憎たらしい。なんかね、暴力団の組長とかもね、結構普通のおっさんとかだったりするんだよね。パッと見はそういう方もいる。さて、で次インベントリー、なんか取ったね。これがですね、32狩人の衣装、ね、全アーマープラス 18%、 これすごいな。こっちでいいかな。と足、水没した砂当て。水没した砂当てなんだこれ。そうね、これこっちでいいや。と、ベルト。ベルトもこっち。で、これ分解して、さらに固定。あ、これすごいね。不死者の固定。プラス74。よし。で、この3つ。これ全部分解かな。よし。あと武器。これもちょっと見とこうね。33。達人の剣。で、これゴミになりました。あと槍。槍がないか。クラブ。となったらやっぱメインこれかな。探検ね。あと弓。これがですね、32。これ分解して、よし。OK です。さあ、そしたらメインクエスト。行こう。まずこれかな。お母さんと会話する。宴ですね。さあ、その宴がですね、ずーっとこっち。こっちの、こっちか。ここですね。ここに行く。トラベルしよう。さあ、やってきました。で、飛び降りて、これメデューサとかってどこにいるんだろう。酒と酩酊の神、ディオニソスのための神殿だ。マルコスはきっと気に入るだろう。マルコスね、元気かな。疫病にかかってないといいんだけど。さあ、母ちゃん。言ったでしょ、奴らは最も腕の立つ殺し屋よ。人目につく場所にいてはダメ、見つかるわ。言いたいことはわかるけど、でも向こうに姿を見られないと。不況者たちがいい仕事をしてくれたわ。パロスと戦うにはまだ支援がいる。あまりにも多くの人が死んでいったわ。お願い、ここから離れて。アスパシア、なぜここにいるんだ。アレクシオス、少しは状況を考えて。調子合わせる。今のどういうことだ。奴らが兵を送るってのはどういうことだ。協力して立場を保持できる有能な指導者だと納得させないと。アスパシアは私に身を隠せって。暗殺の危険にさらされてるのよ。私の得た情報では、精鋭部隊はもうナクソスについてる。悲劇はもう見たくない。俺が片付ければ済むことだ。それだけじゃないわ。民は背後にパロスがいると信じないの。証拠を見つけてちょうだい。分かった。お願いするわね。私はこの辺りを回って指示を固めることにする。気をつけて、敵は危険よ。ああ。私が安全に連れ出すわ。パルスの精鋭部隊、どこにいる？証拠だが、どこから探すのがいいと思う？私ならザッサンの地下の洞窟を渡る。コスモスのモントは神秘主義に夢中だから、よくある話よ。山か。どんな証拠を見つければ？母さんの命を狙ってやってくるやつが黒幕を明かすと思うか？確かに目に見えてわかる証拠がいいわ。きっと何か見つかる。よし、で出発。もちろん2人の助けになれたら幸いだ。じゃあ後で。ザッサン、その洞窟、これがですね、どこら辺いたね。島中爆走しておいたんだ。こういうふうにザスさん、ここら辺じゃない？洞窟、あ、これか、ここだわ。で、陶片、あと戦利品、これが1個。結構広かったな、確かここね。一旦そうね、トラベルか。あとね、そうそう、このクエストパラダイスロスト、これってパロスとかけてんのかな。これね、パとロスでパロスになるっていう、なんかそういう言葉遊びなのかもしんない。英語で言うとかっこいいのかな、英語的に見ると。よし、でターゲットが近い洞窟、このですね、そっち、そこら辺らしい。洞窟の入り口、奴らはここだ。え、本当にそこでいいの？まあ、ゲーム的にそこなんだけど。行こう。さあ、飛び降りてコロコロして、ノーダメージ。痛くない。このスキル欲しいな、日常生活で。岩に飛び降りて、ほら、痛くないっていう。コロリンパする。よし。で、再び落っこって、そこなんだな。こっちの、ここなんだな。よしと。さあ、ここに、ただ敵影が見えない。あと、メーターが1個、自分の。これがね、ちょっと不安だわ。何人かやんないとね、メーターがたまんない。で、ささっといって、そこに戦利品、そっちみんな警戒してる。待ってね、こっちじゃないな、そっちか。さあ、ここですね。これは強そうだな。そこに1人いた。マーキングしよう。さあ、マーキング、これかけて4人目。今んとこ最低4人。待って、こっち来たな。よし、一発キルできればうまい。ただ射程が足りんな。これ微妙だな。多分いけると思う、おそらく。よし、で次こっちかな。よし、敵はなし。こいつのみいける、やれる。さあ、暗殺いた。てかね、これ今気がついたわ。クリティカルアサシン、クリティカル暗殺ね、あれメーター使うのか。なるほどね、知らんかったわ。まあいいけど。さあ、ここでさらにクリティカル、これ決めて、メーター使ってる。あ、そうだったんだ。さあ、最後の方、ちょっと感づいたけども、あんたは死ぬ。ブスッ。よし。からの、ぶっ刺し。どんどん。はい。OK です。よしと。で、捜索する。これね、洞窟内結構お宝難しいんだよ、探すの。鳥が使えないんでね。そっち、これ岩ですね。捜索、待ってね。これ何すんだっけ。暗殺者見つけて始末する。いや、そっち、ずっとそっち。あ、捜索か。暗殺者なんか手がかりないか。どっかにドラクマ手がかりないか。つまりこっち、あ、こっちか。この奥だわ。よし、さあ多分儀式の真っ最中。そこに2人。これは強キャラの香り。2人だけかなですね。始末する。了解。これそうだな。一発あれかな、クリティカルアサシン。あれ決めるか。さあ降り立って、ね、盾を持ってない方かな、どっちかっていうと。さあ会話してる。ゆっくり寄ってって、はい、結構いったと思う。だよね。よし、さあだいぶ減った。いいで、ちょい待って、回復はい、回復で矢を打つ。よし、シューティングゲームなんです、このゲームは。で遺品もらって矢をペチる。足これな、あの武器は怖い。一発当たるとだいぶでかい。さあここで毒、はい、で連撃これ当てて、で暗いんだよな。よし、3発目でさらに回復。振りのモーションが遅いんでね、ちょっとこうディレイっぽくなって、振って、あ、怖すぎだろそれ今の。さあここで久しぶりのドン、はい、ドン、お前は死ぬ。よっしゃ、でまさぐって、すべてにパロスの印象が刻まれてる。それに手紙、何かの暗号かとインタラクト。これか、これが陶片。強情なロバー。待て、これ消さないと登れない、すいません。でさらに何かある。さあ武器か、牙付きの弓。これはね強いと思う。よしよし。さあミッションクリア。これね、前来た時多分ね、ここ来れなかったわ。そこの裂け目がなかった、そもそもと思う。で装備した上で帰ろう。さあ弓ですね、160アップ。これはうまい、だいぶ強い。よし、あとねこれもいいわ。通常の矢が毒の矢になる。すごいな、チートスキル。さてこれいいもん取ったな。で帰っていこう。あれか、洞窟なんで帰っていけない。敵エリアか。これ待ってね、まあ、ここはスキップしよう。さあ帰ってきました。でミュリーネ、そこのお家のベランダね、そこにいる。よし、さあやってきました、母上。奴らはパロスからドラクマを支払われた。これ以上明らかな証拠は望めないわね。ようやく少し借りが返せる。これを商人たちに約束の証拠だと伝えて、それからお金は持っていていいと。そうします。これもあった、何がしかの命令書だろう。見覚えがある、古い方言よ。コスモスが連絡を取り合うのに使ってるのね。読めるのか。このお金はシラノスからじゃない、スパルタの誰かからよ。ありえないわ。翻訳してあげるわ。でもこの命令はスパルタの王からよ。スパルタの上はずっと奴らに抵抗してたのに。コスモスは水のようなもの、わずかなひびからも入り込む。スパルタは腐敗に立ち向かってきたのよ。で2択、昔から腐敗している、変わった。スパルタは俺たちがいた頃とはもう違う。腐敗はあちこちに広がってて、スパルタだって例外じゃない。奴らはギリシアを内から腐らせながら、一方で規律を植え付けようとしてる。誤った敵に気を取られてる間にだ。まだスパルタ人よ。あなたもそうなの？本当に？私にはここでの責務がある。パロスの侵攻を止めないと。全て終わったらもちろん戻るわ。さあ、これでクエストクリア。よし、使徒無秩序で、さらにモントの手がかり。これ次のメインミッション行こうかね。もう1クエストぐらい行きたい。さて、で次のクエストで、次のクエストは崩壊へと採石場での南極。多分これどっちもパロスかな。パロスの国力を減少させる採石場。そうね、どっちかっていうとこっちかな。採石場、まずパロスか。パロスに行く必要があると思う。お隣ですね、ここね。彫刻家の楽園とアトール岬。結構平和そうな街に思えるんだけど、違うのか。で、船着き場。一旦まず船か。船乗って、で行きましょう。100m。自分でプレステ5にぜひ搭載してもらいたい機能があって、っていうのがね、60fps を超えた出力なんですね。100fps とか120とか。多分ね、てかまあほぼ確実に無理だと思うんだけど、なんかね、2倍ぐらいの値段のプレステ5とか出してもらって、で、やってもらいたいと思う。あれね、ディスプレイが対応してるとね、めちゃくちゃヌルヌルになるんですよ。60超えると。さて、そっち。だが、聞いてくれ。コスモスのモントは触れるもの全てを腐らせる。スパルタの奴らが転覆した。皆をまるで犬のように戦わせてる。こんなのでいずれ世界は暗黒時代の災害だ。止めなくては。だったらやることは一つだろう。さすがバルナバス。壊滅させんのか。さて、で割と近い。一旦そこら辺まずその停泊かな。よし、停泊。これね、歌聴いてるとね、覚えちゃうんだよね。マリフォリーベサーの歌ね、覚えちゃった。結構出るんですよ、あの歌。さあ、ここかな。ナンパ船、パロス島でブドウ園か。ん、この人何してんの？あんたが生き残りか？仲間が捕虜に。俺は弱ってたからパロスには連れてかれなかった。何があった？パロスとの和平交渉に行ったのに待ち伏せされた。船長のユーネアスはどうした？捕まった。アンブッシュか。結構えぐいね。どこにいる？パロスに囚われてるとしたらどこにいる？船長を採石場のてっぺんに縛り付けて太陽にさらそうなんて冗談を言ってた。どうして殺されなかった？なぜ生かしておくんだ？利用するんだ。フェニックスにとって重要な人物だから。行こうか。行ってくる。報復してくれ。かわいそうに死んじゃった。さて、でその場所、彫刻家の楽園。その中央付近、まずマップ見て、彫刻家の楽園中央付近。まあここでしょうね。山のてっぺんか。要塞化された大理石場に彼を連れていくと話していた。あ、これ要塞か。敵のマジか。要塞戦で、なんか野生のヒョウがいますね。ヒョウと何戦ってる？あ、イノシだ。イシシとノシシがいる。ほら。イシシとノシシがいる。ほら。これどっちか。ああ、ちょ、びっくりした。もう、ノシシ、イシシ、ノシシのなんか次が来た。びっくりした、危ねえ。見てようかと思ったんだけど、危なかった。で、それ登んなくていいだろう。さあ残り 200m 弱ぐらい。 PC のゲームはね結構 120fps とかね出るんですよ。グラボのパワーに物言わせて。マイクラとかだったらめちゃくちゃ出るかな。あれグラフィック結構緩いしね。モッドかませてもいけるんじゃない？影モッド。ね、要塞要塞。ここすげえいんな、これ。なんだこれ。なんか33っていう数字がゲシュタルト崩壊起こすわ。ほら。で、そこら辺らしい。待ってね。軍需品。そっちなのか。具合が良くないな。よう見えんな、お前。ただ、あれがない。かがり火。なんで増援は来ない。これはだいぶ嬉しいね。と、そっち町か。大理石場。まあ、片っ端からボコボコにするってのも全然ありなんだけど、この数はきついな。しかも盾持ってる全員。待ってね、ささっと目標に行こう。ここは慎重に行動しよう。さあ、こっちからはいい感じ。よし。さあ、強ポジ。交渉を取って、幸いだいぶ手薄ですね。びっくりするぐらい手薄。よいしょ。で、一応念のため、さらに索敵して、周辺に敵、いませんね。全くおらんわ。あ、ただそこに精か。よし。で、そこにいる。となったら、お先に宝もらって。ちょっと待ってね。ホフホフいってる。で、これまさぐって。よし。で、素材。これもらって。もらった上で燃やして。よし。あ、あとね、左にいるのか。あれがちょっと危ない。そっちね。あ、あとあれあった。かがり火。これまずいな。あったのか、そこに。さあ、ボス。解除。どう？あんたを殺すのは無理だな。彼女は俺を見捨てたりしない。急げ、ここを出よう。さあ、護衛する。弓使いを仕留めるぞ。弓使いを仕留めるぞ。いや、あんたパルクルできる？登ってこれる？どう？あ、いけますね。よし、できんじゃん。さあ、となったらこっちよ。結構しょぼいな。こっち来れる？どうなんうん、来れますね。よし。さあ、だったらば、これ。こっちだ。どう？いいんじゃない？どう？どこら辺に行きたいとか言いなさいよ。ここね、結構敷地が広いわ。よし、ここならば大丈夫。ちょっと待ってよ。ね、そこなのかい、君は。ここに来いよ。恩があんだろ。なぜそこで待つ？よし、来たよ、これ。感謝するよ。たっぷり報酬がもらえるといいな。よろしく言ってくれ。パロスは何かがおかしい。いつも以上だ。奇妙なことが起きている。何を見たか教えてくれ。何を見た？よそ者だ。パロス人らしくなかった。見たことのない仮面を持っていた。仮面？何者かは分からなかった。この忌々しい島を出るとしよう。帰り道は分かる。フェニックスに見たことを話せ。すぐに報告しよう。仮面、要はコスモスか。あの連中がいる。で、クエスト完了。よし、3万経験値。もうちょっとでレベル34で新クエストパロスの封鎖。待ってね、新クエスト、これがですねパロスの封鎖。パロスは襲撃の準備としてナクソスの港を封鎖した。ミリネはナクソスの艦隊だけではパロスを倒せないと心配したが、アレクシオスは自分の船員たちなら仕事を任せられると考えていた。多分これ海戦系ミッションか。これやって終わりにしようか。1. 点何キロ。次こっちか。こっちに帰って海戦を始めよう。最近発売されたグラボのね、RTX2080。あれがね、実は GTX1080 か。あと 1080Ti。あの2つとね、そんなに変わんないみたいなんですよね。ただ値段がすごい高いっていう。13万ぐらいかな。なんでね、次グラボ本当にどうしようかなっていうふうに考えています。今自分ね、GTX970 なんですよ。ただね、最近あんまり PC ゲーやってないの。グラフィックをモリモリに使う。本当にね、PlayStation4 Pro がね、優秀すぎる。よし。あと、独占タイトルあるしね。スパイダーマンみたいな。で、PC ゲーはだいたいマルチで出るっていうか、プレステとか Xbox ね。まあもちろん PC オンリーってのも結構あるんですけど。さて、で、この上、カチャーン、戦を始めよう。海戦がしたいんじゃ。報告を。パロスの船が港を封鎖しました。忌々しいシラノスとコスモス、どれだけ干渉すれば気が済むというの。はあ、すぐ行くと伝えて。封鎖？アテナイへの贈り物を拒んだの。パロスは状況をうまく利用してる。先制攻撃はもう無理ね。俺の船がある。それで港を一掃しよう。あなた一人で船団に立ち向かう気？大したことない。他に選択肢はない。その通り。パロスは恐ろしく分が悪いな。どうか無事で戻ってきて。さて、戦じゃ。行くんじゃ。パロスの艦隊を破壊する。そこですね。これあんな風に封鎖するのね。やってることが結構えぐい。で、まず船着き場。船をねパロスに置いてきてしまった。なんで船着き場、ここでマイボート呼んで、まあマイボートっていうかマイシップね。よし、船ルーラー呼ぶ。よし、さあ船来ました。これであとね、そうそう、船これね DLC 買って綺麗にしたの。スキンか200ヘリックスかな。リアルマネーでも売ってます。買えます。さあ出航。これそうだな、まずやっぱね雑魚いやつをやっておきたいっていう気がするんだよね。やるでい。さあ弓引いてぶっ壊す。引き絞って、そうこうでジャベリンガード。大丈夫、耐えていける。いいね。後ろから打ってる。ま、後ろ見えない。弱点。あー、これ強い。これ強いよね。これナイトメア、敵の船ね。まずい、ガード。いや、すげえ食らった今の。なんだあれ。さあまずは数を減らしていきたい。あー、ちょっとこれ集中砲火だ。わしの船がわしの船が終わる。困ったな。で左にいるっしょ。で今更こっちやれないしな。これ困ったな。待ってね、回復ができないんだよねこれ船は。あ、終わった。これ申し訳ない。強かった、思ったより強かった。これどうしようかな。作戦が必要か。出航するぞ。動くとすぐに見つかるんで。そう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 。となるとあれか、やっぱり速度か。速さを維持しながら向かっていく。ということだと思う。など一発が強い。これ連中ので爆走する。よしなど体当たりな。これもうこんなでしょ。2割3割など。おいふざけんなそれ。はいガッツンする。どういやこれきっちい。これさあ速度アップ。これかけてガード。そう今作ねカウンターがないんだよね、予想に反して。ガードいやこれ無理だ。一旦加速。これ強えな。これ敵の船めちゃくちゃ強え。なんだあれ。よし一旦避難。これやっぱ引くしかないか。引いて再びそっち行って、この繰り返しだと思う。一石やれればね。よしさあちょっと回復かけて、ずるいんだけど回復して打っていく。くたばんな打ってくる。これさ炎のやって、これどう打つの。なんかね説明がね、文字がねちょっと化けてるというかね、表示がされてないんだよね。火力をためるのかなまず。おい打ちすぎだろそれ。さあダッシュ回避する。危ねえ。まずあいつかな、あれをやってしまおう。危ねえ。そう炎の矢あれね、あれどうやんの。よしからのジャベリン。よしもう一発 OK でぶっ壊す。やった。さあまず一石、これはだいぶでかい。3対1、これは2対1になった。で次やっぱこいつかな。ライフ同程度リンチされるとまずいけども、ガード押してジャベリンこれぶっ壊して。よしでぶっ壊す。よし OK です。さあラスト、ようやくラスト。これちょっと待ってね、船このですね、このかがり火ね、ほらこの説明 L に長押しプラスなんとかで炎の矢を放つ。ただそのプラスなんとかってのが分かんないの。これご存知の方いたら教えてくださいコメントで。よく分かんねえ。使えてんのかなもしかして無意識のうちに。ただ炎マークがついてんだな。ただ長押しこれよくわからんな、マジでわからん。さあ加速からのそっちからの。よしさあ体当たり OK。 どっちだ。さあガードからの弱点。よしからのジャベリン。いいよ待ってね、ガードしといて弱点。よしさあ接近戦、これはやるしかねえ。どうジャベリン削り切る。よし OK です。いった。さあこれで最後に仕上げ。よしよしどうかな。さあ最後母ちゃんね停泊して、たまたま近かった。あ母ちゃんそこいるわ、見ていた間近で。やったよ母ちゃん褒めて。港は片付いた。増援を送られる前に動いた方がいい。準備はもうすぐよ、ティモ。今2を積んでます。あなたの命令で動きます。アレクシオス、ちょっと。何でしょう。何か問題が。島のこととコスモスの干渉なら大丈夫。それより2人で話したいの。もちろん。ああ、もちろん。コスモスを止めないとラコニアに戻った時脅威になるわ。危険にはなるだろう。母さんもだろ。ここで誰を信用していいか分かってる。スパルタでもそうだった。でもこの王に関する話は。どちらの王がコスモスと共謀してるのか分かってるのか。両方と考えるしかない。犠牲が出てもスパルタから腐敗を一掃しないと。共に戦おう。パルスに集中すべき。こっちかな。少なくとも今は一緒に立ち向かえる。ええ、奴らが奪おうとした全てのものとあなたの妹のために。あの子を見つける。準備ができたら来て。出航できる？待ってね。行き先は？行き先は？パロスの艦隊を目指す。徹底的に潰してやるわ。そうすればナクソスは安泰。私たちも離れていける。多分また回線か。で、今日はね、時間の切りがいいんで、まだだ。ここで少しやっておきたいことがある。いつでも出航できるわ。よし。さあ、クエストクリアだと思う。ですね。パロスの封鎖。で、レベルアップ。よし。さあ、34レベル。スキルポイントで一応装備か。装備見て剣ですね。なんかもらった。これか。重厚な剣プラス293。すごいな。33レベと斧。うーん、そうね。メイン武器これかな。重厚な剣。あと鎧33レベル。これよりはこっちはいいのか。これね、イヤソンの、何、金羊毛。よしよし。さあ、どうね、すいません。今回時間の切れがちょうどいいんで、一旦こだわりにして、で、次回ですね、これかな、統一戦線と崩壊へ、パルスの国力を衰えさせる。これそうね、まずは統一戦線。で、これ終わってから崩壊へ、こっちを潰していきましょう。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回アサシンクリードオデッセイでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。